すみません。金田一さんと七瀬さんですね。おいおい、開幕から犯人候補出てきたな。はい、そうですけど。あ、ちょうどよかった。いえ、北条さんにこれを頼まれまして。明らかに匂わせてやがったこいつ。こいつ北条理恵さんと匂わせを。あなたは？真田光一と言います。電球を利用してここに泊まってるんです。絶対インスタグラムに理恵さんとなんか同じコップとか使ってる写真あげてるもんこいつ。あなたもやっぱり検証に当たったんですか？わざとだぞ。え？ここプレーオープンで招待客ばっかりだって聞いたんですけど、招待客にしてはそのどっちかっつうと俺たちに近い感じだから。なんかちょっと失礼だよな。はじめちゃん、そんなこと言ったら失礼でしょ。すいません。俺も多分ムカつくもんな。なんか高校生にさ、いやなんかあんたは他の人と違って俺たちと似た雰囲気がありますからねって言われたら肘入れるもん。いいんですよ、検証じゃないけど似たようなものですから。なんか似たようなものって。このホテルに知り合いがいましてね、ホテルの仕事を少し手伝うって条件でここに泊めてもらったんです。そんなやつばっか。アルバイト兼宿泊客って変な立場なんですけどね、もう慣れちゃいました。僕の部屋は1403です。ぜひ遊びに来てください。すごいな、みんなガードが緩いというか。おすすめの観光スポットとか聞きたいな。見ず知らずのやつを部屋に誘う勇気。ええ、お安いご用です。この辺は随分回りましたからね。いや、くせえな。声もいいし性格もいいときた。こりゃくせえぞ。そりゃいいや。それで女の子に人気のある場所とかってあります？ええ、もちろん。はじめちゃん、そんなところ聞いてどうするつもり？あ、いや、その一応みゆきが喜びそうなところを聞いとこうと思ってさ。ああ、そういうことね。私も聞きたいな。ちょれーな。まだ仕事が残ってるんで、もうしばらくしたら遠慮なく遊びに来てください。ええ、ぜひ。それじゃあまた。ホテルの案内図か。これがあれば迷わなくて済むよな。うん、それじゃあ早く行こう。覚えられんぞ部屋番号とか。うほうひょー、そうだよ、来たね。これだよな、近代したいわよ。必要なイベントを見ないとゲームオーバーで詰むんだろうな、このゲーム。楽しくなってきたぜ。セーブは絶対分けような、近代ちゃるみんな。そうか、横移動があった。これだ、これ。もう、実況的には最悪だけど、実況的には最悪だけど、この横移動が一番早いんだ、近代地って。そうだ、そうだ。あ、もう最低だよ。視覚効果としては最悪だけど、これが一番早いです。これが一番早いと思います。うひょーとりあえず上からやるか。あら、リエさん。お、リエさん。こんばんは。お二人でお散歩ですか？ええ。どうしたんすか？こんなところで。少し体が空いたので、ここでお休みしてました。コーヒーでも入れて少し休憩しようと思って。多目的ホールで休憩室があるのにわざわざこんなところで。こんな景色のいいところで式を挙げられたら素敵ですよね。あ、リエさん側からもなんか匂わせが。式って結婚式のこと？やっぱりここがいいな。いや、これ真田とリエさんは付き合ってますね、こりゃね。そしてそれに間に入ってくる田中という男。あれ、リエさんまるで近々結婚するみたい。いいね、この三角関係。え、そんなこと。リエさん気づいたら部屋にゼクシーって置いてたもんな。リエさん、本当は誰かいい人いるんでしょう。いつか結婚するときはここで式を挙げたいな、なんて夢ですけどね。怪しいなぁ。もうやめてくださいよ。このほのぼのとした雰囲気に田中という劇役があるからな。
いいね、こう脳が赤くなっちゃって想像で脳がどんどん破壊されていくぜ。これがまた気持ちいいんだ。あ、いけない、コーヒー沸かしっぱなし。それじゃ失礼します。怪しい。どう考えても真田だろう。そんなことぐらいで真剣にならないでよ。相手は誰なんだ。くそ、俺がもう少し早く生まれてれば。はじめちゃん、先行くからね。おい、待ってくれよ。一応2回入っとくか、定番だから。あら、そう、2回入らないと会話が変わるパターンあるからな、金田一って。また来ちゃった。イエーイ、また来ちゃった。あ、いい香り。はあ、コーヒーでも飲みたいな。実は2回入らないとフラグが立たないのがあるからな。気がつきませんで、すぐ入れますね。涼しいな。で、別にいいじゃんか。お待たせしました、どうぞ。あ、どうもすいません、催促しちゃったみたいで。このね、コーヒー入れた時のコーヒーを注ぐ時のポットを右手で使ったってことは、実はリエさんは右利きだとかあるから。催促したんでしょ。あ、明日は晴れるかな。そうでないと困ります。嵐が去ってくれないと、ここ陸の孤島のようになっちゃってますで、出たー。オーナーにも最初にそう言ったんです。リエさんってこの土地の人？はい、親戚の人の紹介でここの従業員に決まりまして。でもちゃんと勤まるかどうか少し不安です。リエさんなら大丈夫よ、私保証するわ。ほぼ初対面だろ。そうならいいんですけど。俺もじっちゃんの名にかけて保証するぜ。じっちゃんびっくりしてるよ、こんな軽いとこでかけられて。あ、じっちゃん？ああ、これの言うことは気にしなくていいの。みゆき、これってなんだよ。おいしい。ちえ、ごまかしたな。でも確かにうまい。リエさんが入れてくれたコーヒーは格別だ。やっぱり2回以上聞く必要あるっぽいな。味なんかわかんないくせに。わかるさ、みゆきが入れるとどんな高い豆使っても思わず、これおかわり自由？って聞きたくなる味だもんな。言ったわね。あ、ごめんなさい。いえいえ、ゆっくりしていてくださいね。あれ、リエさん、もう行っちゃうんすか？そりゃ休憩中に突然高校生カップルに絡まれたらどっか行くだろう。警備の星山さん、コーヒーお好きですから届けてあげようと思って。あ、次は警備していくぞ。それじゃ。リエさんにつきまとうぞ。本当、よく気がつくわ、私とは大違いね。自分で言ってりゃ。なんですって。あ、いや、俺たちもそろそろ行こうぜ。剣持警部、まだ来てないのかな。下手したらジェーム終わるまで来ない可能性あるぞ。そろそろだと思うんだけど。何かお探しですか？剣持っていう人、まだ来てません？剣持様ですか？予約は受けたまっておりますが、まだ。そうですか、ミユキ、行こうぜ。ここで待ってても仕方ない。そうね、来れば連絡があるだろうし。あの、剣持様まだ。あ、そうですか。早すぎるだろ。ミユキ、そんなに何度もここに来たって仕方ない。連絡が入るのを待とうぜ。星山さん、いないわね。あれ、いねえじゃん。どこ行ったんだろう。見回りじゃないの？どうする？待ってる？もう警備室当てすぎだろ。当てすぎっていうか、一人だからしょうがねえのか。いや、他に行こう。おふさこ。あ、相原ふさこさん。フルネーム。こんばんは。それじゃ。風のように去っていった。
もう。この子。コナン龍一郎。勝手に走るんじゃないの。どうもすみません。いえいえ。ご家族で旅行ですか。ええ。家内が送ったハガキがたまたま当選しちゃいましてね。超高校中の幸運ばっかなの。久々の家族旅行なんです。あ、龍一郎。いや、この龍一郎が犯人見つけてしまってトラウマ抱え込むパターンだな。じゃ、失礼します。案内所にやった龍一郎が犯人につながる手がかり見てしまったせいで黙ってしまうパターンだ。へえ、家族連れのお客さんもいるんだ。幸せそうでいいね。わあ、でもこれ両親のどっちかとか死んだら本当にトラウマだよな。まあね。何？いや、家族なんてもんは外から見ただけじゃ判断できないやだガチだぜ。またそういうこと言って、はじめちゃんの悪い癖よ。でも散々見てきたんだろうな、そういうの。さてっと、次はどこ行こうかな。これなんか10分刻みで出てくる人が変わるとか全然ありそうなんだよな。そもそもこれ8時40分スタートだったけど、何分ぐらい前探索んだろうな。ちょっと一回時を進めてみるか。カステラでも眺めながら。はじめちゃん、そろそろ部屋に戻らない？私少し疲れたな。なるほどね、約10分間か。わあ、しかもこの10分間多分リアルタイムだわ。俺も腹減った。じゃ、戻るとするか。おそらく廊下とかを探索してるリアル10分間の間にフラグとかを立てろってことなんだろうな。ホテルが用意したサンドイッチがあるから夕食にしよう。ああ、そういや、俺腹減った。はいはい。このサンドイッチ、思ったよりうめえぞ。お、なんか嫌にみゆきがあでやかだな。もしもし。その声は、金田一か。今ホテルに着いたぞ。剣持のおっさんめっちゃ声強そうだな。おっさんか？たく、遅えよ。11階のフロントにいる。チケットを取りに来てくれ。はいはい。ほんと、タイミングが悪いんだから。お前ら、豪華ホテルのチケットもらっといて。剣持警部。おい、横になんかすごい偉そうな姉さんいるぞ。よう、よく来たな。おっさん、久しぶり。おっさんって呼ぶのはやめてくれないか。なんだよ、今さら。おっさんはおっさんだろ。上の門に対する礼儀に欠けとるな。お、なんだこのエブ姉さんは。誤解するな。この人は今ロープウェイで一緒になっただけだ。あなたたちも招待されたの。私、森山雅子、よろしくね。だいたいエロい姉さんは風呂場で死ぬぜ。私、七瀬美雪です。で、こっちが金田一はじめです。よろしく。さん、おさん、なかなかじゃのう。バカ、違うって言ってるだろう。彼女には連れがいるんだ。俺、まさこ、チェックすんだぞ。うわー、これはまさこ、明らかに財産目当て。あ、はい。一見なんか普通っぽい男性についてる偉そうな姉さんは大体なんか目論みがある。帰れ帰れ。いや、君たち高校生かな。そうです。やっぱわかります。この服、やっぱ子供っぽかったかな。あははははは、いいね、高校生でスイートルームなんて。本当だよな。違います、そんなんじゃ。違います、そんなんじゃ。なんだよ。市川様、お待たせしました。こちらがルームキーになります。いや、ありがとう。
先ほどはどうも。マリちゃんかわいいわ。ああ、挨拶が遅れましたが、彼女は臨時で来てもらっている北川マリです。臨時？まだ正式オープン前で人手不足なもので。お客様方のお世話は私と北条理恵さんが担当いたします。マリちゃんはね、誰かが死んだ時にヒステリックを起こして、もう私こんなとこにいられない、帰るって言って帰ろうとするんだけど、島が嵐に巻き込まれて陸の孤島になっちゃって、じゃあ出れないってことってヒステリックを起こすタイプの役。どうも、金田一はじめです。で、こっちが七瀬みゆき。で、膠着した場面でなんかかき乱す役がマリちゃんと。よろしくお願いします。あら、あなた。え、あ、なんか顔見知り多いな。ん、なんだい。まあいいわ、なんでもないの、人違いだったわ。マリ側も明らかに人違いじゃない顔してるけど。あ、そうだ、忘れてた。なんだよな。剣持警部、招待券ありがとうございます。でもみゆき、さっきすげえ悪口言ってましたよ。ああ、七瀬君、間に合ってよかったよ。みゆきのやつ、おっさんと連絡が取れなかったから、夕食のフルコース食べ損なったって、そりゃもう大変。ヘッ、お前、足の小指の先を思いっきり。うん、どうした。なんでもないの、こっちのことだから。ただ、私到着が遅いから心配しちゃって。つぅ、たく調子いい女。あのクソハゲやつってましたよ。そりゃ悪かったな、俺もギリギリだったんだ。ホテルに着いた途端、強風でロープウェイが止まってしまってな。そうだよね、ロープウェイなんかちょっと強い風吹いただけで止まるよな。ロープウェイ止まったんですか。ええ、俺が乗ったのが最後だった。間一髪のところでたどり着いたってわけだ。しかもましてや無人だもんな。ほんの10分前に来て、今まで昔の仲間とここで話してたんだ。昔の仲間って、このホテルの警備員をしてるという。うん、星山博さんだ。9時の巡回に出た。後で紹介するよ。その人が招待券をくださったんでしょ。お礼を言わなくちゃ。こんなものが展望風呂に。女性風呂の入り口を入ったところに落ちていました。なんだなんだ。物騒だな。手紙とかじゃねえんだ。今夜12時誰かが死ぬとかいう手紙かと思ったら、思いっきり狂気だったわ。薪を割るときに使うナタだと思いますが。穏やかじゃねえな。血だわ。一目で分かるんだ、やっぱ。まさか人間の血じゃないだろうな。なんだろうね、リュウグウレナかもしんないしな。な、何事だ。どうしたんすか。中に血まみれの。血まみれの。血まみれの。おっさん。うん。なんてことだ。は？これは青い竜の伝説だ。なんだと？この竜ヶ崎では財宝をめぐって数々の醜い争いが起き、長い歴史の中でたくさんの人が血を流したと伝えられています。しかも財宝の蓋を開けた者はことごとく死んだと記録されているんです。ですから竜ヶ崎の財宝は血に染まり呪われていると。呪われている。そうです、封印を解くと恐ろしき災いが起こる。血に染まった財宝と呼ばれているんです。財宝に絡む殺人事件なのか。いつも呪われてんな。まだ殺されて間もないな。
おそらく 2,3 分ってとこか。できたてほやほやじゃん。この人一緒にホテルに来た田中さんみたい。田中そうよこの服は、あのクレヨンしんちゃんのパジャマみたいな服な。確かに見覚えがある。田中博道さんに違いない。静かに。私は警視庁の剣持だ。あ、いっぱい来たの。皆さんには協力してもらわなければならない。冷静に行動してください。と、それから城山さん。はい。非常事態だ。宿泊客の名簿と部屋割りを貸してもらいたいんだが。とりあえずエレベーター掃除しないと。わかりました。すぐに用意いたします。2,3 分ってことは9時にはもう首が切れたってことか。宿泊客名簿と部屋割りです。多分首から上がないんだろうな。ああ、すまない。とりあえず田中博道の部屋を覗いてみるか。